日産 v q エンジン v q エンジンとは日産自動車の V 型6気筒 4OHC 変バンクあたり DOHC 機構マルチバルブのガソリンエンジンバンク角は60度日産の V 型6気筒エンジンは以前から VG 型ベイ型があったがそれらに代わる新世代エンジンとして1994年より生産を開始した二千十六年現在でも 日産車の中級、上級ラインナップにおける主力エンジンとなっている。また、現在では、一部が、提携先のルノーやその参加である、ルノー・サムスンの上級者種にも使われている、5倍、通字の後のアルファベットがつかず、VQ25 などと表記される。単に性能が優れているだけでなく、良好な生産性と広い汎用性をも兼ね備えた、 完成度の高いエンジンで、量産型エンジンとしての大きな成功を収めてきた。評価の一例であるが、アメリカのワード S オートワールドマガジン社が、毎年選出する10ベストエンジンには、1995年から2008年まで14年連続で、選出された。この記録は、選出回数、連続記録ともに、世界一の快挙である。最初に搭載された車種は4台目。 マキシマ、日本国内の場合は2代目セフィーロで、それ以降日産の上級車種に採用されているほか、現在では r b 系エンジンの後継も兼ねる形となっている。2000cc から 4000cc までの幅広いラインナップを用意し、全タイプ DOHC 仕様でカムシャフトはタイミングチェーンによる駆動となる。通常型インジェクション仕様のほか、直噴仕様、ネオディの設定もある。全車は、 日産のエンジン形式ルールにより E、後者は D が付く。基本的にプレミアムガソリン仕様であるが3代目セフィーロ最終型2001年以降の VQ20 でと初代ティアナの VQ23 でエルグランド及び2代目ティアナに搭載されている VQ25 では中級車回ン時に搭載されるという事情から経済性を配慮してレギュラーガソリン仕様となっている。 日産は v 級エンジンの生産にあたって福島県いわき市に v 級エンジン専用のいわき工場を建設。2004年からはアメリカテネシー州にあるデカード工場で2011年からは東風日産加藤工場においても v 級エンジンを一貫生産するようになった。v 級エンジンは生産性と汎用性が高い反面、高い精密性と製造技術を要するため一貫 生産できるのは世界でもこの参考上のみである。なお、12代目スカイラインに搭載するにあたって設計を改めたものは VQHR エンジンとして区別される。対抗するクラスのエンジンとしてトヨタの GR エンジンがある。VQ20 ではセフィーロのみに搭載され販売比率の多くを占めた。1994年デビューの2代目では 当時のライバルトヨタマーク2をしのぐの出力、トルクを発揮。1998年登場の3代目では燃費性能の向上を狙い、リーンバーン化し、出力、トルクもとなったが、2001年の改良後の最終型では排ガス規制に対応するため、リーンバーンをやめ、経済性を重視したレギュラーガソリン仕様となり、出力、トルクはとなった。初代テと、 初代 SM7 のみに搭載されているエンジン。もともと前車はローレルとセフィーロの統合車種として、後車は SM5 の上級車種として誕生した経緯から、メインの2.5リットルだけではなく、販売の多くを占めていた2.0リットルユーザーも無視できない観点から、2.0リットルと2.5リットルの中間的な排気量とし、経済性の高いレギュラーガソリン仕様とすることで、 2.0リットルと2.5リットルユーザーの双方を囲い込むことを狙った。なお、SM7 の場合、VQ23 でではなく、ネオ VQ23 と呼称されていた。ルノー、ルノーサムスンでは、V4U と呼称される。1994年に2代目セフィーロに初搭載。当時の出力、トルクはであった。このエンジンは、その後、セドリック、グロリア、 レッパーードなどの FR 系にも同スペックのものが搭載されていたが、直噴仕様の登場により、1999年以降一時的に姿を消す。しかし、直噴・リーンバーン化は、カタログ数値の燃費は良くなるが、実用面では、低回転域のトルクが細い傾向にあり、結果的に燃費はそれほど向上せず、また厳しくなる排出ガス規制に適合させるのも、 多額の費用がかかるため、2004年より再度このエンジンが起用されている。フーガで復活搭載した際の出力トルクはとなっているが、エルグランドに搭載されているものは、ライバルのトヨタアルファード2.4リットルの好調な販売に押され追加したもので、経済性を重視したレギュラーガソリン仕様としているため、出力トルクはとなっている。 FF 車用は J32 ティアナで10年ぶりに復活し、出力トルクアとなっている。こちらもレギュラーガソリン仕様となっているため、出力トルクアと比べると若干落ちている。ルノーやルノーサムスンにおいては VQ25 と故障される。VQ25DD は1998年登場の3代目セフィーロで初登場。 当時の直噴エンジン流行の流れに乗り、高出力、低燃費を売りにデビューした。出力、トルクは出会ったが、2001にデビューした V35、スカイライン、M35 ステージアには、の出力、トルクを発揮する仕様を設定している。2001年登場の2代目ステージアでデビューを果たした2.5リットルのターボ仕様。近年では珍しく急激に下級が始まる。 いわゆる、ドッカンターボ型。ただ、搭載車種が1車種だけだったため台数が出なかったことや、排出ガス規制などといった環境性能に気を使う時代の数成などにより、わずか3年間で生産終了してしまった。1994年にセフィーロで初登場した VQ30 では多くの車種に搭載された。しかし、 直噴仕様の登場や徐々に3.5リットルへ移行していったために出力、トルクはのまま最終型のプレサージュ、バサラ2002年まで変更はなかった。1997年に日産初の直噴エンジンとして Y33 レッパードに初搭載。その時の出力、トルクはであったが、その後、セドリック、グロリアに搭載された時にはに向上。 2001年に登場した V35 スカイラインでは、さらに、パワーアップされ、の出力、トルクを発揮するに至り、国内最強のスペックを誇った。現在は排出ガス規制などの関係で3.5リットルに移行し、生産は終了している。VQ30 でをベースに、インタークーラーターボチャージャーを採用したエンジン。搭載車種が高級セダンに限られていることもあり。 それにふさわしい大排気量自然吸気エンジンを思わせるマイルなセッティング。VQ25 デッドに比べるとかなり紳士的なターボエンジンと言える。Y33 系のセドリック、グロリアで登場。当時の出力、トルクはだったが、Y34 系でに向上した。シーマに搭載されていたが、平成17年排出ガス規制に適合しないため、生産を終了。 最後まで生産されたターボ仕様である。ルノー、ルノーサムスンでは V4Y と呼称される。2000年にエルグランドに初搭載された3.5リットルエンジン。大排気量らしい、豊かなトルクと、蘇生の良さで、日産の中心的なエンジンとして、国内外の幅広い車種に採用されている。ただ、日本国内においては3.5リットルという排気量は、大きく、 3.0リットルの復活を望む声も聞かれる。出力、トルクはが、エルクランド、高規格救急車のもの、が、スカイライン、ステージアに搭載されているもの、が、フェアレディ Z、スカイラインクーペ、フーガに搭載されているもの、が、フェアレディ Z、が、FF 向けで、ティアナ、現行型は、ムラーの、現行型は、プレサージュに搭載されているものである。なお、ルノーや、 ルノーサムスンでは VQ35 と呼称される初代 SM7 のみエオ VQ35。北米向けの大型 SUV に搭載される VQ エンジン最大の排気量を持つエンジン。日本国内では搭載車種は販売されていない。レース用エンジン2002年度全日本 GT 選手権。現在のスーパー GT にて当時 GT500 に参戦中の スカイライン GT-R を車両全体をより低重心にさせ運動性能の上昇を図るためベースとなるエンジンの VQ30 でを改良し競技用エンジンとして中盤に投入された。それ以降2007年第2戦まで GT500 にて VQ30 デッドが使用された。2006年にデビューの V36 スカイラインでデビューした新世代 VQ エンジン。 VQ 型と名乗っているものの、ブロックデッキの高さを延長する等の変更がなされて、折り80%以上を新設計した事実上の開発エンジンであり、HR とは、ハイレスポンス、ハイレボリューションを意味する。これまでの VQ35 ででは、高回転域で吸気が追いつかなくなる欠点の見直しと、ブロックデッキ寸法の変更でコンロットを長くし、連間比の改善により、 ピストン大圧の低減を図った。従来型ヒデ1200回転のレブリミットの引き上げとなり、高回転まで胸のすく、吹け上がりを実現した。出力、トルクだけでなく、環境性能や燃費性能も大幅に向上している。また世界初となる水素フリー DLC コーティングバルブリフターを採用し、専用オイルとの組み合わせで、カムマイナスバルブリフター間のフリクションを、 従来比で約40%低減している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。